1月2日水曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。こちら美哲学、そしてあなたらしくです。あなたらしく過ごせてますか？今年はなんか自分らしくのびのびと過ごすということも意識してみてください。なんかそうするとね、もっともっと毎日が楽しくなると思います。今日のワンポイントメッセージは、美哲学、そしてあなたらしくでした。それではまた。